ルに行けそう。皆さんこんばんは、リクです。はい、今夜も、ウィークエンドザランページ生放送でお送りさせていただくのですが、毎度恒例の、このインスタライブの時間でございますと。はい、皆さん1週間お疲れ様です。どんな1週間でしたか？ふむ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 、なるほど、エキサイティングな1週間だということで。そうですね、僕らもですね、まあ、後ほど、あ、もう喋りたくてうずうずしてる人がいますよ。ここに、もうここにいます。どういう出方するんだ今回は。皆さんの心の中に私が入りましょう。ジングルでさ、キラキラ光ってます。ほんとさ、つぶらない人にしてやめんの。どうも皆さん、こんばんは。お疲れ様です、ございます。髪の毛シルバーのもう染め直したの、っちゃいました、はい、これちょっと落ちたら、ね、また金すぐ染める、すぐ染める、綺麗な、ほんま綺麗な、うん、自分で言うの、寒いですからね皆さん。誰かこうコメントしてくれてるかな。もうみんなリハ終わったかな。なんか返して今日も見ますね言うてましたけどね。いいさ、あ、ブレスレットいい、いいでしょ。ホールツアー終わったぐらい買ったんですこれ。いや今日めちゃめちゃあったかいアウター着てるんです今日僕、うん、あったかそうやな。あれはね、室内はねあったかいから別に脱いでもいけるっていう、うん、もう中 T シャツですけど、北の国でも大丈夫です、あのアウターは。ヒゲ生えてますよ今日も。ジンさん老けたで、いやちょっとね、ジン君え老けますよそりゃ。うん、僕らもだって25ですからね。うん、来年年生まで、もっと落ち着いたら25歳になってると思ったわ俺は。うん、リハ中に後輩たちにちょっかいかけて、あ、そう、今日は今夜またジェネレーションさんはあのミュージックステーションさんに出演される、はい、あのワンヤミリオン、そうだ、初披露でしたね。あの曲僕好きで結構聴いてるんです。おしゃれですよね。うん、ランページもあの新曲、ニューシングルの発売、うん、決まりました。1月15日なんで皆さんお願いします。ファンミーク、あ、ありがとうございます。もうすぐですもんね。そうですね、ファンミーティング、全5年か、今年。いやー、ワンヤミリオンすごい素敵ですよ。ほっぺ、あ、順調です、減量すごい絞れてきた。そう、でもちょっとね、減量のせいで肌ちょっと荒れちゃったんですよね。ん、あ、新曲詰めは決定おめでとう、ありがとうございます。鋭意制作中でございます。結構やばい感じになってるね。あ、言いたい言いたいよ、やばい、やばい、もうここまででかくってる。うわぁ、やったら大変なことになる。え、減量ですよ、はい。いや、ファンミーティング、僕らもね、初めてやらせていただきますから、そういうね、形では。いわゆる。そうですね、今回はアルバム購入者特典ということで、前回はね、千葉のあそこで、羽田でやらせてもらった時はまたちょっと。ちょっと違う感じ。はい。楽しみですね、めちゃくちゃ、ね。本当に楽しみ。どう、ちょっとまあ内容もちょっと皆さん、来てのお楽しみというか。皆さん、ライオット聞いてくださってますか？うん。うん。ライオット聞いてくださってたら嬉しいですね。うん、受験シーズンだ、そっか、11月早い方はだってもう11月に受けますからね、試験。前期とかってやつですかね。待って、山椒来た、あ、絵文字でこれ多分表現してんじゃない。これはフルメタルトリガ リガー、おしゃれやな、コメントの仕方もおしゃれやな、ほんまに。お車掌、もう山椒じゃなくて俺お車掌って呼ぶわ、おしゃれやな。絶対ね言ったな、絶対ね。お車掌、お車掌、もう明日から一回でも山椒って言った瞬間、はい、今度はお車掌ちょっとあの飯行こうやいいずれお車掌お車掌ね、それについて山椒どう思いますか。ちょっとコメント待ちですね、うん、はい。いつもなんか料理ね、夜ご飯自分で作りながら聞いてくれてるらしいですよ。嬉しいわ。今作ってんのかな。お車掌ちょっと流行りそう。うん、配達、うん、配達中にアルバム聞いてるよ。あ、
仕事で嫌なことあったのに。何があったんすか仕事で。まあありますよね。まあ現実的なこと言うとね、社会人になったらね、嫌なこと一つや二つありますから。絶対ある。うん、みんな同じ悩みを抱えて生きてるんやって思うとちょっと心が楽になります。僕らもありますもん。一人じゃないからです。しかも嫌なことって連鎖しますからね。そこなのよ。こんなえみたいな、あこんな頑張ってんのにえこれもあかんし、全然もうあのあ公共料金も払ってないみたいな。やめるよ。うわ払い忘れてたみたいな。やめ忘れてた。ちっちゃいものから、うん、やっぱこういろんなこと重なったらやっぱ嫌なことありますからね。でも大丈夫、その後はもう。まあだからそういう時期なんだって思ってくれれば大丈夫ですよね。はい、うん。大丈夫です。やばい、すっげえどうでもいいんだけどさ、俺お腹減った。ご飯食べたい。行くしょ。明日大学受験。うわ緊張するな。頑張ってください。あ、今日誕生日の方もいますね。ありがとうございます。どうやって乗り越えていますか。いや僕はありがたいことに15人のメンバーいるし、うんね、辛いことはねみんな16分の1にしてるし、嬉しいのは16倍以上になってるんで。おそのまま歌詞にできそうなセリフですね。よし、これなんかいつか自分がこうリリック書いた、ね、作詞した曲できるときに頭のノートに入れておこう。メモに入れておきます。うん、そうだね。もう今の時期は本当にもうタレもつけないで、うん、あの焼くだけのお肉を食べる時期ですね、うんうん、今は。うん、彼氏が欲しい。いや頑張ってください。まあ、そういう時期ですよね。これからねクリスマスを控えてるし、うん、待っていてもなかなか動かないですから、ちゃんとあの行動ね、やっぱ行動するってことが大事です。ジェネが M ステでキスしたのだって。あ、そうなんですね。あら、あ、ジンさんのフリースタイルラップが聞きたいだって山城。いえ、山城のラップは最強で、あ、あ、明日も生きる活力、勝つも負けるも自分次第。ありがとうございました。どこにライミングがあった。どこに因果があった。え、待って、素敵、幼馴染に恋してます。うわ、いいね、そういうの。何があるか分かんないですからね。ね、人生何が起こるか分かんない。私が気づいたらもう全然会ってない間に、え、みたいな、そんなに。そんな雰囲気出てたみたいな。めっちゃ魅力的じゃない。一緒に手つないでね、あのお互いの家に行っててみたいな、ちっちゃい時何々ちゃん家行ってくんねみたいな。そういう時ってさ、絶対さ、将来誰々君と結婚するとか、何々ちゃんと結婚するって言うんだよね、うん、さあみたいな、うん、あの時のこと覚えてるみたいな。いや、やめてよ。あの時の約束本当に守らないかいっつって守る。そんなこと言う。そう、ま、ドラマの見過ぎかつ、うん、見過ぎやろ。あ、やっぱ本当にこうテスト期間の人多いですね。懐かしいな、テストダメダメでした。僕はミートです。本当にギリギリ、本当にもうね、あのね、引かれるような点数ばっか取ってました、うん、僕は。命綱なんか、あのほんまに夜の命綱で勝負しに行ってたもん、うん、あのでもちょっと親に見せるのが申し訳なくて、たまりにたまったそのあダメダメの点数のテストを、うん、あ帰ってきたやつを親に見られた時の親のゾッとした顔が今でも忘れられない。俺もだって中学上がった時に一気に点数下がった時期がありまして、まあ、皆さんもきっとあると思うんですけど、うん、その時はおかんに言ったら、あんたほんまにこれ以上低くなったらなんせやめさせんでって言われました。リアルに。で、あ、やばいってなったけど、結構僕ちょっとなんかそういうなんか言い訳とかするのが得意なんで、うん、なんとかなんとか逃れたんですけど、うん、まだやっぱちゃんと集中して勉強せないと期待目合うなみたいな。赤点取った人もいるし、ほら次ちゃんと挽回しないと。ということで、もうそろそろあと1分になります、はい、うん、ですから、私は25歳で彼氏が47歳です。すごい素敵、年齢は関係ないんですね。ワイン飲みたいな。
世界史分かんないですよ僕。俺も分かんない。いつかさあのさワイン飲みながら生放送やんない？なんで急にどうしたの？いやワインハマっちゃって。大人やな。この間なんかそのお酒の話しててめっちゃ大人やん。いやまるでクリスマスにワイン飲んで過ごす人のセリフやなそれ。ということでじゃあ55分なんでこの後はい、ラジオ聞いてください。ぜひ、はい、21時からウィーケットザランページ生放送でやります、はいはい、ラジコで聞けますのでぜひアプリ持ってる方持ってない方はダウンロードしていただいてお願いします。お願いします、はい、ということでじゃあ後ほどお会いしましょう。1月ニューシングルリリースです。切ります。バイバイ。えい